ニコルンはたくさんキスしてるし、たくさんやってると思いますけど。まあ確かにそうかもしれない。こら、そこは否定しなさい。何人かな、片手じゃ収まんないかもな。きらびやかな芸能界に誰もが一度は憧れを抱いたことがあるのではないでしょうか。きらびやかな世界で活躍している芸能人の私生活、気になりませんか。特に恋愛関係は誰もが興味を示してしまいます。そこで今回は経験人数が多い女性芸能人を9選紹介します。一人目は藤田ニコルさんです。ニコルンビームで一躍話題となり、今やすっかり大人の女性になって新婚さんです。新婚ほやほやの藤田ニコルさんですが、普段から親交のある人とのコラボ動画で赤裸々に答えていました。答えられるこれ。わかんない。でもさ、一応言って。経験人数は？経験人数か、付き合った人数は言えるよ。でも覚えてないかもしれないけど。え、何？多分9人くらい。まあまあ多くない？でもそれ中学生の時に5人くらいだから。そんなんていうの、それはさ、中1で初めて付き合った？うん、小6の時。小 6？ 早くない？でもさ、そこから入れてあげてる時点で優しくない？人数増えちゃうけど、小6の時の付き合いなんて何もないし。え、じゃあ初体験は？だからでもさ、正直数えてなくない？そう、別にすごい多いわけじゃないけど、恋愛をしていくときに一つ前の人は覚えてるけど、二つ前の人とか記憶が全部なくなってくの。でもその時はその人のこと好きなんでしょ？そう、もう大好き。でも忘れちゃうの。セクシー女優の三上優愛さんとの動画内で、初めての交際は何もなかったと発言していたものの、他は濁していたことから8人くらいと言われているようです。さらにラジオ番組でも経験人数に触れる一幕がありました。ねえ、リスナーさんから相談が届いています。私には彼氏がいたことがありません。年齢イコール彼氏いない歴の悲しい女です。今のバイト先は女子が多く、経験豊富な子はやったことやキスしたことを語り合っています。私も新しいバイト先で出会いを見つけようと思っていますが、男の人と話すことが苦手なので、男友達でさえできない気がします。ニコルンは経験豊富な方だと思うのでアドバイスください。で、どういうこと？どういう意味で？まあ実際にやったこととキスしたことが出てきてるからね。ニコルンはたくさんキスしてるし、たくさんやってると思いますけど。まあ確かにそうかもしれない。こら、そこは否定しなさい。何人かな、片手じゃ収まんないかもな。かっこいいぜ。ラジオ番組でも冗談混じりではありつつも、片手では収まらないと経験人数を公表しています。このことからも8人くらいと経験があり、旦那様も入れると9人ということになります。2人目は丸山桂里奈さんです。元女子サッカー選手で、引退後はバラエティ番組に出演し、お茶の間を沸かしている丸山桂里奈さん。何でも素直に答えすぎることから、ネット番組でこれまでの男性経験も堂々と明かしていました。本日は18歳にもかかわらず、男性経験人数が500人を超えている女性が出演してくれています。それにしても500人はすごいな。丸山さんはどのくらいおんの？私8人。言わんで、普通に聞かれてて普通に答えてるし。500人って聞いちゃったから。ちなみに初体験は？22歳ですね。だから10年くらいで8人来ました。いいんですか、丸山さん全部言うから。でもさ、初体験から十数年でまだ8ゴールしか上げていない。お前ももうええわ。出演してくれた女性が500人だったからか、感覚が麻痺した丸山桂里奈さんはさらっと8人の経験があることを暴露していました。また別の番組では恋愛遍歴も赤裸々に語っていました。丸山桂里奈さん、え？あんた8股されたん？そうです。今まで役者さんとか芸人さん、アスリートとかいろんな人とお付き合いさせてもらってきたんですけど、過去に8股されてました。すごいな。役者からアスリートまで幅広くお付き合いされてたのね。やるね。そうですね。まあありがたいことにお付き合いさせていただいて。ちなみに元彼は全員私の裸写真を持っています。え？それはどういう？別に無理やりとかじゃないですよ。撮らせてって言われても、私も女性はみんな撮らせているものだと思ってたんで、その時は心よく承諾した上でですよ。いやいやいや、それにしても。でもさ、それってどんなポーズで撮られてたの？いやらしいやつじゃなくて、堂々とじゃーんみたいな感じのです。え？その写真流出はしていないんだよね。
そうなんですよ。みんなすごくいい方だったので、誰も流出させようなんて人がいなかったんです。ありがたいですよ。あははははスポーツに忙しい日々で、男性関係はあまりないイメージのある丸山桂里奈さんですが、プライベートもしっかり肉食系でしたね。それにしても最強のエピソードには驚きました。3人目は大島麻衣さんです。元 AKB48 のメンバーで、引退後はマルチな活躍をしている大島麻衣さん。アイドルといえば清純なイメージがありますが、番組で明かした経験人数の発言が波紋を呼んでいました。さて、今日は浮気をされた女たちが大集合ということで、大島さんはぶっちゃけ経験人数は？私は本当に少ないんですけど、8人くらいです。いやいやいや、それ少ないって言わへん。私は少ない方だと思ってたんですけど。でもその8人の中で浮気されたってことなんだよね。そうなんですよ。 AKB48 に加入する前の16歳の時なんですけど、アルバイト先で知り合った2つ年上の男性と交際していたんです。その時、毎朝お弁当を作って家まで届けるって、とにかく相手に尽くしてたんですけど、元カノとよりを戻すからって3ヶ月でお別れしました。それって浮気になるん？私もこれは後に分かったことなんですけど、友人から私が浮気相手だったんだよって、まあ都合のいい女になってたんだと思います。8人が少ないという発言はファンのみならず、多くの視聴者から少し感覚が違うと言われていました。また別の番組ではある本音ソングを披露し、ファンから悲しみの声が上がっていたそうです。あら、また大島さんですか。今日もありがとうございます。今日も新曲ですか？はい、今日はいいものがたくさんできたので。この新曲は夜の営みをテーマにしてて、男性って一人で頑張ろうとしたりとか、いろいろ勘違いしてることがたくさんあるので、そこをちゃんと正してから世に旅立ってほしいので。この人は本当に勉強させてくれるね。それでは歌っていただきましょう。ゴムつけてる背中愛らしい、キスとかでうまくつなげられないなら、それもプレイにして私がつけてあげる。さすが姫、優しい。勉強になりました。キスとかでつなげたらそれはそれでいいんでしょ？キスしながらだと手元に集中できないので難しいと思うんです。だからこっちが口なり手なりでサポートできたら。この後話を聞いていたゲストが、本人はできるか聞くと、一応練習していますと満面の笑顔を浮かべた大島麻衣さん。しかしファンからは、卒業したとはいえさすがにさらけ出しすぎという声が多かったそうです。4人目は鈴木奈々さんです。体を張るタレントとして話題になっていた鈴木奈々さんですが、ある番組に出演した際にライバル視しているある芸能人に負けじと経験人数を告白しています。今日は頑張り屋 NG なし女性タレント全員集合スペシャルということで、ものすごいメンバーが勢ぞろいしています。まずはモデルの鈴木奈々ちゃん、よろしくお願いします。奈々ちゃんはこのメンバーの中でライバル視している方とかいるの？丸山さんはライバルです。どんな番組でも本当に何でもぶっちゃけるじゃないですか。だから一番 NG がないと思ってます。最強です。いやいや、奈々ちゃんみたいに私はできない。真似したとしても面白くないですもん。じゃあさ、誰か丸山桂里奈に質問してみてよ。じゃあ僕から、結構いろんなこと言ってると思うんですけど、例えば経験人数とか。なあ、7人です。あははは、言っちゃったよ。全員言える？言えないでしょう。言わせてください。丸山さんは私の一番のライバルなので。お、じゃあ何人なの？私は6人です。6人じゃ、結局丸山に負けてんじゃん。鈴木奈々さんはライバル視している丸山桂里奈さんに負けじと経験人数を告白したのです。ちなみに離婚した旦那さんとは13年間の付き合いだったことから、20までに5人と関係を持ったことになりますね。また丸山桂里奈さんは先ほどお伝えしたようにもう一人増えています。5人目は小島美優さんです。アイドルユニットアスフィの元メンバーで、現在はタレントや K-1 ガールとして活動している小島美優さん。2016年に出演した番組で有名芸能人たちと赤裸々トークを披露していました。知ってますか？靴が汚い女は経験人数が多いんですよ。何それ、どういう根拠で？いや、これは僕自身の経験によって導き出した法則なんですけど、本当に靴が汚い女は。うわ、それってちょっと決めつけてない？世の中靴が汚かったらみんなってことになるよね。あの、
実は私も靴が汚いってよく言われてて、それは自分でも認めてるんですけど。そうなの？じゃあ村本の法則からいくと経験人数が、数えたことはないですけど30人から40人くらいはいますかね。マジで？その中にはさ、飲み屋で会ってその日だけの人もいるってこと？まあやばい女や、軽いな。いや、なんかそういう雰囲気になると断れなくて。普段持ってる靴は汚くても高かったりするの？安物の靴しか持ってないです。もうさ、靴の値段が自分の安さとつながってるんじゃない？確か小島ちゃんって大型って言ってたよね。俺も聞いた話なんですけど、大型の女は本気で頼めば断れないらしいんですよ。そうなんですよ。土下座されてやらせてくださいって頼まれたら断れないんです。大久保さんも共感してる？師匠として崇めてもいいですか？私、下品な女は大嫌いだから。今日の話題から2桁の経験人数を暴露した小島美優さん、周りはベテラン芸人だらけだったこともあり、スタジオでは笑いに変わっていたそうです。しかしアイドルといえば純粋というイメージからかけ離れてしまうような人数でしたね。これにはかつてのファンもショックだったのではないでしょうか。6人目は橋本まなみさんです。愛人にしたい女と呼ばれ、グラビア界からテレビに進出し、今では女優業もこなしています。橋本まなみさんはあるバラエティ番組に出演した際、恥ずかしそうにしながらも経験人数を暴露しています。さて、続いての企画に参りましょう。その名もイニシャルセブン。今やいろんな芸能人がすり寄ってくるという橋本まなみさんにですね、際どい質問をします。橋本まなみさんはその質問に対して A から Z と数字を使ったパネルでお答えください。じゃあ早速僕から。男性経験は何人ですか？これは皆さんに謎なぞです。謎なぞか。L なんだろう。あ、俺は分かりました。あ、得意分かった。じゃあ答えてもらいましょう。 L ってアルファベットの12番目の文字だから、答えは12人。正解です。マジで？やっぱりモテモテっすね。色気があふれ出ている橋本まなみさんならではの人数ですね。また別の番組内ではこんなことも語られていました。過去の恋愛か。橋本さんは経験人数どのくらいいらっしゃいますか？一応両手で収まる程度ではあります。そうなんだ。勝手なイメージですけど、やっぱりモテモテのイメージが強いから多そうって印象が。でも両手からはみ出している人もいます。2週間で別れたとか、カウントしていない人もいるんで、それを含めたらもう少し。ちなみに撮影現場とか仕事上で恋愛に発展するとかは？現場で恋するのも今ではなくなりますよね。かつてはみんな好きになってた頃もあったんですけどね。それはやっぱり長い期間一緒だから。そうですね。やっぱり3ヶ月とか一緒にいるから、スタッフさんでも共演者の人でも好きになっちゃうことありますよね。毎日一緒にいるとね。逆にあります？私はイケメンの方と一緒になるとドキドキしちゃいます。いいな。もう私今やキスシーンなんか堂々とできるからね。もう何とも思わなくなっちゃった。この発言を考えると、やはり経験人数は12人で間違いなさそうですね。もしかしたらもう少しいる可能性もあるかもしれませんが、橋本まなみさんは経験を積んだからこそ大人の魅力があるのかもしれないですね。7人目は渡辺直美さんです。今や海外でも活躍し、日本の女性芸人を代表する一人となっていますが、映画のイベントで経験人数について軽く暴露していました。映画のタイトルにちなんで、何か反省していることやしないといけないなと思っていることはありますか？私あります。恋愛経験なんですけど、よく一般男性に口説かれていた時期があって。芸能人ではなくて一般男性ですか？そうなんです。私って芸能人には口説かれたことがないんですけど、一般の男性に食事に誘われることがあって、それでついつい食事に誘われるとやってしまうんです。そこは反省しないといけないなって。お前ぶっこみすぎ。すいません、笑いにできればと思ったんですけど。ちなみにそれは何人くらい？あんまり覚えてないですけど、軽く数えても8人くらいとそういう関係にあったかも。やめなさい。今すぐ反省しなさい。さすが芸人さんですね。息の合ったやりとり素晴らしいです。もう吉村さんはデビュー当時からお世話になってるお兄ちゃんみたいな人なんで、いると何でもさらけ出しちゃいますね。週刊誌に撮られたこともありましたけど、本当にそういう関係ではなくお兄ちゃんなんです。では吉村さんは頼れるお兄ちゃんってことですね。はい。でも最近吉村さんの家で2人でテレビを見ていたら、急にくすぐってきて、くすぐり合って、その感じで、あれ、これはキスするのかなみたいに顔が近寄ってきたことがあったんです。
まあ笑ってしまってできなかったんですけどね。僕自身もナオミとは散々言われてきて、なんかその時行かなきゃいけないかなって使命感があったんです。ナオミもまだいい人がいないので、そのまま終わるんだったらかわいそうだし、一回そういう関係になってもいいかなってつい思っちゃったんですよ。でも最近男性に食事に誘われたんでしょ？そうなんです。1ヶ月前くらいに誘われた男性と食事に行かせてもらったんです。でもまあその時は何もなかったんですけどね。え？じゃあこちょこちょは？それは人生一度だけでした。初めてだった。初体験ですね。もう吉村直美抱いたってことにしといてください。渡辺直美さんのまさかのカミングアウトには、昔からお世話になっている平成のぶしこぶしの2人がフォローしてくれたのだとか。また吉村隆さんとのいい雰囲気話も今となっては笑い話のようですが、もしかしたら一夜限りの関係もあったかもしれないですね。8人目は遠野なぎこさんです。毒舌お騒がせキャラでバラエティ番組に引っ張りだこの女優さんです。これまでも多くの話題を呼んでいますが、ある情報番組で経験人数に関して爆弾発言をしています。さて、女性誌で話題となった大竹しのぶさんの経験人数イコール30人以上という話題ですが、調査の結果60代女性の平均は 3.2 人で、大竹しのぶさんの10分の1という結果でした。これさ、大竹しのぶさんも冗談で言った人数が女性誌に載ったんでしょ？本人も驚いただろうね。大竹さんも後日、冗談も言えないのかな、でも訂正するのもおかしいしねって話しているのをネットニュースで見ましたよ。まあいろんな発言が面白おかしく取り上げられてしまうってことなんだろうね。ちなみにだよ、皆さんの経験人数は？なんかこう率直に聞かれると恥ずかしいですね。私は本当にお付き合いした人だけです。え、マジで？え、そうじゃないの？だって飲みに行ったりとかしたらそうなるでしょ、普通ワンナイト的な。逆に何の目的で飲みに行くの？遠野さんは飲みに行った分回数あるの？ありますよ、当たり前じゃないですか。詳しい人数は明かされていないものの、あまりにもオープンすぎるトークにはさすがの魔性の女と言われているだけあるなと感じてしまいますね。そんな遠野なぎこさんですが、実は同じ番組で性被害を受けそうになったことも話していました。先日演技指導を装い性的暴行に及んだとして、映画監督の榊秀夫容疑者が逮捕されました。立場を利用して行為に及ぶなんて非常に許せないことですね。遠野なぎこさんは共演経験があるそうですが、このニュースを聞いてどう思いましたか？正直こんな人だとは思いませんでした。でも私自身も実際そういう目にあったことがあって。え、そうだったんですか？はい、ある役者さんがスピリチュアル系が得意で前世を見てあげるって言われて、旅先のロケで自室に呼ばれたんです。私も思い込みが激しい方なので、前世が見えた気になって泣いて信じ込んでしまったんです。そうしたら性的な行為に及ぼうとしてきました。それはものすごく怖い思いをされたでしょうに。きっと断れない子に声をかけてるんだろうなとは思いましたね。カバンはヒニングだらけでしたし、この際だから名前出しちゃおうかね。何人か有名な人もいるからね。遠野さんから後輩に向けて何か呼びかけることはありますか？これからの方は本読み、読み合わせをしないか部屋に来ないかはありえないですからね。気をつけてください。実際に行為に及んだのかは明かされていませんが、自身が望まない行為は絶対にしていないはずです。遠野なぎこさん自身怖い思いもあったと思いますが、遠野なぎこさんだからこそどうにかしてうまく逃げ切れたのかもしれませんね。最後は元タレントの木下ゆきなさんです。タピオカ騒動で世間を騒がせ、現在は YouTube を中心にモデル活動なども行っている木下ゆきなさん。そんな木下ゆきなさんはある男性 YouTuber の動画に出演した際に夜の経験人数を堂々と明かしていました。本日は木下ゆきなさんに来ていただいています。皆さんこんにちは、木下ゆきなです。今日はよろしくお願いします。今日はですね、視聴者の皆さんが気になっているであろう質問をどんどん聞いちゃいますからね。では早速ですが、元旦那さんには会っていますか？しょっちゅう会ってるよ。ご飯食べたりもするし、別にもう夫婦じゃないからムカつくこともないじゃん。だから友達のような関係。別れても友人のような関係ってなんかいいですね。では今話題の彼とは順調なんですか？そうだね、もう付き合って2年半くらい経ってるからね。家族みたいなもんだから。過去の交際人数って？ちゃんと付き合ったのは6人。ユキなんて1回付き合ったら長いのよ。一途な愛、憧れますね。じゃあ経験人数って何人ですか？
正直はっきり覚えてないんだけど、10人以上はいるよね。さすがですね。ちなみに最近はいつしました？2日前。もちろんパートナーとだよ。彼氏以外無理。愛のある恋はちゃんと最初から変わらない。しっかりと交際した人数は6人でしたが、しっかりと交際しなかった人を含めると相当いそうですよね。ただセキララトークには娘さんも見てるんだからというコメントが多数寄せられたそうです。さて今回は経験人数が多い女性芸能人9選を紹介しました。意外な人もイメージ通りという人もいたかもしれませんが、皆さんはこの動画を見てどんな印象を持ちましたか？コメントお待ちしてます。経験人数1桁の後半でも多いって言われている中で、2桁超えている女性芸能人はちょっと驚きっていう反面、イメージつくなって思ったな。経験人数は人それぞれですし、多いからって一途ではないってわけではありませんが、聞いてしまうと経験豊富で男慣れしてそうって思ってしまう方がいそうですよね。俺もこうやって知っていくとやっぱりなって思う人もいたし、アイドルだったのにショックって人もいたな。芸能人はイメージが大切な商売ですからね。まあ経験豊富だったとしても、あまりさらけ出さない方がいろんなお仕事が舞い込んできそうですよね。